不正採用政治資金法違反容疑などの疑いでオヒョンドク世界テコンドー本部国議委員長が13日、拘束前被疑者尋問を受けるため、裁判所に出席した。お委員長の拘束有無は、早ければ本日中に決定される。お委員長はこの日午前10時ごろ、ソウル中央地裁に到着。同伴者らに差し挟まれ、 取材陣を避けながら法廷内に入った。ソウルカンナム警察署は去る11日、お院長に対する業務妨害政治資金法違反などの容疑で、拘束令状を申請。検察も令状を請求した。これを前に警察は、お院長に対し昨年10月と12月、そして今年10月25日、 三度にわたり高速令状を申請したが、検察はこれらをすべて知りけていた。警察によると委員長は去る2014年、国議員の新人採用過程で特定人物を合格させるため、試験内容を流出した容疑が持たれている。また、 国会教育文化体育観光委員会所属の議員らへ不法政治講演金を渡した容疑も持たれている。